キネとは、ウスと共に使い、主に穀物の脱穀や、もみすりなどに用いる道具。横木ねとウスを用いて行う、持ちつきウスと両刀の木立縦ぎねで夫婦を作る。今後民主共和国にて、形状は大きく分けて、縦木根と横木根の2種がある。棒状で、橋が太くなっている縦木根は、歴史が古く、敵ねあるいは、うさぎ木根とも呼ばれ。 もともとは千本書とも呼ばれる、元は単なる長い棒であったが、中間の握り部分を細く、両端を太く加工し、握りやすく打撃の威力が増す両刀のものに発展した。大阪府の水町、奈良県、三重県の伊賀地方などでは、現在も千本書を用いた持ちきを行っている。書本体と柄が垂直に交わる土状の横切れは、打書ともいい。 江戸時代になってから使用されるようになったと思われてきたが、北が広島県の草戸千言町遺跡で室町前半のものが発見されており、日本で使用開始は14世紀から16世紀に遡るとされる。横銀稲は江戸期に布石ねとも称された。柄と本体の比率は地方や時期によって違いがある。手で扱うものの他に、水車庫屋内に据え付けるものや、 加工機械の部品として取り付けられるものがある。木根の材料としては菓子やヒノキなどが用いられる。穀物の方を薄に入れ、それを木根で打つことで薄と穀物とや、穀物同士が摩擦され脱穀される。もみすりにおいても、同様に、もみを薄に入れ、それを木根で打つことで薄、もみ同士が摩擦されもみすりされる。人手で、脱穀やもみすりをする場合もあるが、 水車を動力とした米付き装置が開発され、自動化されてきた。また、打つことに適することから餅をつくことにも用いられる。日本では、弥生時代から用いられ、現代では、脱穀もミスリ用途よりも餅付きの道具として、馴染み深い。なお、石臼が普及する以前は製粉作業も綺麗で、行われていた。制白された穀物を臼に入れ、綺麗で打つことで粉砕し、 粉末にした。中国では、厚生地湾族自治区の地湾族や福建省の氏族が、通地と呼ばれる専門書と、うと呼ばれる長方形の貝馬桶に似た薄を用いて、餅つきを行う伝統を残している。湖北省、湖南省、貴州省の漢族や、八家や宮尾族は、横根を用いて、餅つきを行う伝統を残している。中国の横根の頭は、日本のものよりも、 長細いことが多い。専門書は、加工の効率が低いために、他人数で一度につくことが多く、タイミングを合わせるために、餅つき歌を歌うことも行われる。日本語の方言名として、アージンアジム、イナつき、うちぎ、おう、かけや、キネズチつキギネ、ね、なでぎネなんじょう、こ、くなどがある。アイヌ語ではウスをニスキネを、イウタニと呼ぶ。また、 方言できねが、すりこき、当座を、土全般、頑固者、馬鹿者などを意味することがある。頑固者は、何回突き下ろされても平気なことからの例え、他編。ありがとうございます。